アム・フェリスは西ドイツ・ニーダーザク選手ハノーファー生まれのイギリスの女優である。1948年に西ドイツ・ニーダーザク選手に生まれる。父親がイギリス空軍へ従事していたこともあり、幼い頃はウェールズ近郊で過ごす。その後、一家はニュージーランドへ移住。フェリスは13歳だった。演劇に興味を抱き、オークランドにある。 マーキュリー劇場において舞台へ出演したりしていた。その後、20代前半になると、再び、イギリスへ渡り、本格的に女優を目指し始めた。イギリス国内のテレビドラマや、コメディ番組などへ出演し始めて、徐々にキャリアを積んでいく。それまでイギリスでの活動がほとんどだったが、1996年に、ダニー・デビートが監督、出演のロワールド・ダール原作のファンタジーコメディ、 マチルダでアメリカへも進出。同作品では、主人公が通う、小学校で、子供たちを必要なほどに苦しめる、鬼校長をユーモラスかつ過激に演じて、印象を残した。その後もデビート作品には、デストスムーチーへ出演している。その他にも、人気シリーズ、ハリー・ポッターとアズカバンの囚人において、マージョリー・ダーズリーを演じたり、ジュリアン・ムーア主演の、 トゥモローワールドへ出演したりと、キャリアを順調に積んでいる。1986年に俳優だったロジャー・フロストと結婚。ありがとうございます。